もう僕は。パンダが、パンダが、パンダ、パンダが横になりながら押してた。ああ、パンダ。あ、え？え？師匠台、初見台乗った村人が教えた。初見台乗った村人。どうしよう、もう何言ってるか分かんないでしょ。何言ってるかよく分かんないです。初見台に乗った村人が教えた今。疲れてんじゃないですか、ボンさん。本当に本当に本当に本当なのよ、本当なのよ。24時間の疲れが今来ました、ね。いやいや、初見台に乗った村人が落ちていったのよ、本当に。だいぶ疲れてそうだな。あ。初見台に乗った村人落ちてった。でしょでしょ。何してんの。え？でしょ。いや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 。疲れてるんです。僕とボンさんが疲れてる説ある。僕とボンさんが。ズボンしかまだ見てないっすよ。確かに。貴重な土が落ちていく。ああ、あとまた、また初見台に乗った村人が。いやだから疲れてるんです。疲れてる。あれ違うか。疲れてるか。疲れてる。見たんじゃないの。パー、ボンさん。ついに。やっぱりいたんだよ。やっぱりいたんだ、もう実在したんだ、ボンさん。初見台に乗った師匠さんだ。やっぱ見間違いじゃなかったんですね、ボンさん、僕たちは。逆さのパンダもいるんだよ。どこ？パンダ。逆さのパンダ？トスボザレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。